ドイツ進歩党はかつて存在したプロイセン及びドイツの政党。1861年にプロイセン衆議院における自由主義左派政党として決闘。首相、ビスマルクの軍政改革や無予算統治に対して憲法闘争を展開して抵抗したが、1866年の事後承認法可決によって敗北。ビスマルクを支持する東南右派は 国民自由党として分党した。ドイツ統一後もビスマルクに批判的な自由主義左派政党として続いたが、1884年には自由主義連合と合同してドイツ自由思想家党に再編された。マックス・フォン・フォルケンウェック1861年2月のプロイセン議員における上層分審議の際、ドイツ問題の扱いに不満を抱いた。 マックス・フォン・フォルケンベックら自由主義左派議員たちは、ゲオルク・フォン・フィンケ男爵の親政府的指導に反発し、旧派自由主義の多数派だった、フィンケ派から離脱して、議会連合別名、青年イコールリトアニア派と呼ばれる勢力を形成するようになった。ヘルマン・シュルツェデイリチュその後、共同組合運動の指導者、ヘルマン・シュルツェデイリチュらの参加を得た、青年イコールリトアニア派は、 1848年革命時の旧民主主義残存分子と結合し、プロイセン議会が立法期を終えた1861年6月にドイツ新歩党を結成し、来るべき衆議院総選挙に備えた。新歩党は選挙考領としてプロイセンが掌握するドイツ中央権力やドイツ国民議会によるドイツ統一、貴族院改革、大臣責任制の確立、 市民的自治行政の確立、協会による学校が運徳の廃止、市民的なラントベアの地ート2年平営規制の維持などを掲げた。それは当時の自由主義者の祝願をほぼ網羅したものであり、人々を引きつける内容だった。八百六十一年十一月十九日の第一次選挙、十二月六日の第二次選挙の結果、衆議院の構成は進歩党百九9議席。 旧派自由主義95議席、中央左派52議席、カトリック派54議席、ポーランド派23議席、保守党15議席という結果になり、衆議院の重心は著しく左翼に傾いた。旧派自由主義や中央左派は政府に不信感を持ちながらも政府との妥協を目指したのに対し、新歩党は非妥協的であり、1858年以来国政を、 指導している自由主義保守派から構成される新時代内閣が掲げていた公約を彼らが理解している意味で実施するよう要求した。すなわち自由主義的法治国家の樹立、立憲政治の確立、小ドイツ主義に基づくドイツ連邦改革である。新時代内閣は一方においては陸将アルブレヒト・フォンローニア軍事内局局長、 エドビン・ホンマント・イッフェルラ政府内反動派によって、他方では新歩党など議会反政府派によって睨まれて、身動きが取れなくなった。新歩党は1862年3月に、軍事費を含めた予算の公表を求める決議案を、衆議院に可決させた。これは、国王ウィルヘルム一世や軍部が推し進めようとしていた、軍政改革を牽制するものだった。反発した国王は、 衆議院を解散するとともに新時代内閣を更迭し、反自由主義内閣を創設した。しかし1862年5月の解散総選挙の結果は政府にとってさらに壊滅的だった。保守党の議席は11議席になり、政府に協力的な態度を取った旧派自由主義とカトリック派も大きく、議席を落とす一方、新歩党が135議席。 中央左派が96議席を獲得して躍進した。カールトベステン1862年9月11日から18日のプロイン衆議員は、軍政改革を盛り込んだ予算案を拒否する態度を取り紛糾した。新歩党のカールトベステンら一部議員が妥協案を提出したが、国王はこれを統帥圏の看板とみなして応じず、無予算統治で、 軍政改革を断行する決意を固めた。この国王の非妥協的な態度に、新法党はじめ衆議院各会派は憤慨して、妥協案は否決された。軍部にはマントイフェルを中心に、衆議院に対するクーデターを求める声もあったが、国王には妥協する意思もクーデターを起こす意思もなく、9月22日に、無予算統治断行の覚悟がある、夫・フォンビス・マルクを首相に任命した。 ビスマルクは1862年10月にも空撃説というプロイセン憲法学説に基づいて議会の承認を得ていない予算に基づいて国政を執行するという無予算統治を開始した。新歩党はじめ自由主義派は無予算統治を憲法違反として批判し憲法闘争を開始した。ビスマルクの無予算統治開始により軍政改革葬儀は憲法闘争に転化された。 新歩党は無予算統治を外形的立憲主義であり、まさしく絶対主義と批判し、衆議院は政党防衛を行う状況にあると主張。また、ビスマルクのごとき憲法無視を行う首相の責任を追求する手段がないことを憲法天の唯一の欠陥と主張し、1863年4月22日に改めて大臣責任制を定める法案を議会に提出した。 同法案は衆議院で圧倒的多数で可決されたが、国王にもビスマルクにもその意思はなかったから、政府と貴族院に対する牽制以上の意味はなかった。ビスマルクは新歩党に対抗すべく自由主義ジャーナリズムを弾圧したり、新歩党の力の源になっている産休、選挙制度の廃止を念頭に普通選挙を主張する社会主義者ラスサールに接近したりしたが、 いずれも新歩党に対する決定だとはならなかった。1864年の第2次、シュレースビヒホルシュタイン戦争については新歩党もドイツナショナリズム運動として支持した。戦勝後の1865年1月にビスマルクは、この戦勝で自由主義者も妥協的になるのではないかと期待し、1年ぶりに議会が招集したが、新歩党をはじめとする自由主義派は引き続き、 憲法闘争における政府の屈服を求め、また、軍事予算の減額を要求して、国王の統帥権を看板しようとした。ビスマルクが議会に提出した予算案や平役法案は成立することなく6月に、議会は閉会。無予算統治が継続され、憲法闘争も続いた。しかし、自由主義派の間ではビスマルクが成功させつつある、ドイツ問題の解決を憲法闘争より、 優先すべきという意見が強まっていった。進歩党内においても、トベステンらが、ビスマルクの外交を評価するようになった。広島戦争中の1866年5月9日に、衆議院が解散され、7月3日のケーニヒグレーツの戦いの日に総選挙が行われた。ビスマルクのドイツ統一事業への評価は高まっており、 新歩党は143議席から83議席へ激減、逆に政府への無条件支持を唱える保守派が大幅に議席を増大させる結果となった。この選挙結果を受けてビスマルクは1862年以来の無予算統治に自己承認を与える自己承認法を議会に議決させ、憲法闘争を終結させた。この自己承認法の賛否をめぐって進歩党は分裂し、 賛成する議員たちは新歩党を出て国民自由党を決闘した。この国民自由党は保守党から分党したビスマルク支持派の自由保守党とともに北ドイツ連邦やドイツ帝国の帝国議会においても多数派を占めビスマルク政府の与党的勢力となる。ドイツ統一後も新歩党は総じてビスマルクに批判的な自由主義左派勢力として活動した。 1870年代には帝国議会における自由主義左派勢力は進歩党とドイツ人民党が並立するような状態にあったが進歩党が地域的にプロイセンを地盤とし帝国議会内にも一定の勢力を築いたのに対し人民党は西南ドイツを地盤としたが国民自由党や中央党に地盤を侵食され見るべき勢力に成長できなかった 1882年にビスマルクが財政改革の一環としてタバコ専売を起とした際、新歩党左派は抗議運動を組織し、タバコ専売法案は帝国議会で否決された。この成功で新歩党左派の指導者、オイゲン・リヒターのリーダーシップが強まった。リヒターは国民自由党から自由貿易派が分闘した自由主義連合と合同することで、 自身の自由主義左派における指導力を強化しようとし、1884年3月5日に、進歩党と自由主義連合は合併してドイツ自由、思想家党を結成することになった。この党は、リヒターの党指導をめぐって1893年に、自由思想家人民党と自由思想家連合に分裂することになるが、1910年には、進歩人民党として再結集している。 新歩党の議員たちには当初より二つの立場があった。一つは1848年革命の民主派の系譜を継ぐ求心的理念家たちである。彼らはベネディクト・バルデックやヘルマン・シュルツェデイリ・チュ等を中心とし、何よりも議会主義的権勢と市民的自由の確保を優先した。そのため、ビスマルクの軍政改革や無予算統治に対して、 断固抵抗の姿勢を貫いた。これに対する、もう一方は、改良主義的現実主義者たちであり、カールとベステミア、オットーミヒャエリスらが該当する。彼らは自由主義の実現は、現実の政治情勢の過でのみ可能と考え、ドイツ統一に役立つ政策を取るならば、たとえ反動政府であっても、積極的に協力し、その見返りとして、 議会権限の強化を引き出すという柔軟な戦術が必要と考えていた。特にミハエリスのような自由貿易主義者は、ドイツ関税同盟を軸とした、統一市場権確立を願っていたが、ビスマルクが着実にそれを遂行しているがゆえに、ビスマルクへの批判は軟弱なものにならざるを得なかった。求心的理念化と改良主義的現実主義者、数の上では常に、 後者の方が多かったのだが、ビスマルクの首相就任前後は進歩党の議席が大きく伸びた時期であったため、その勢いに乗って政府への対決姿勢を強め、急進的理念化が主導権を発揮することになった。だが1864年の第二次、シュレースビヒホルシュタイン戦争に始まるドイツ、統一戦争が進むにつれて徐々に改良主義的、現実主義者の声が大きくなっていき、 党内の亀裂は深刻化し、最終的には改良主義的現実主義者たちが、進歩党を出て、国民自由党を旗揚げすることになるのである。ありがとうございます。